ガイナーレ鳥取は今日ホームの米子市でグルージャ盛岡と対戦しました。後半戦に入って負けなしの好調ガイナーレ、 J2 昇格のために勝ち点を積み上げたいところです。前半はフォワードの隅田を中心にゴールを狙いますが、なかなか得点できません。前半を0対0で折り返します。後半はブラジル出身の新加入選手ハマゾッチを投入。 J1 でもプレーした期待の長身フォワードです。そのハマゾッチにボールを集めチャンスを作ります。そして試合終盤、フェルナンジーニョからのパスにハマゾッチ、先制点を挙げたかに見えましたが、フェルナンジーニョのこのプレーがラインを割っていたという判定。決定的な場面でしたが、ここも得点を奪えません。迎えたアディショナルタイム、左サイドからのクロスにハマゾッチ、試合終了間際にガイナーレが決勝点。新加入選手の活躍で1対0で盛岡を破りました。ハマゾッチの高さっていうのが、うまく最後得点に結びついて、ストライカーとしては100点、チームのワンピースとしてはまだまだ50点かなっていう感じはします。ガイナーレの通算成績は10勝4敗8引き分け、勝ち点は3つ増えて38になりました。次の試合は今月31日にホームの鳥取市で福島ユナイテッドと対戦します。